こんばんは、いくらです。今回は初心者さんまたは新規勢の方向けの、ビルド構成を彩るステータス振り分け解説と、よりビルドを援護してくれる利用価値の高い陰陽術や、忍術をまとめた内容になります。で、捨て振りに関しては、段階ごとに説明しますので、ネタバレを避けたいという方は、下の再生バーのチャプターを活用し、飛ばしながらね見てください。動画の内容が参考になっているという方は高評価やチャンネル登録もお待ちしております。それでは早速行ってみましょう。ではまずはじめにですね、1周目序盤の、参考になるステータスの振り分けを、紹介したいと思います。まずはじめね、スタートした時はこんな感じだと思うんですけど、最初にやるべきは体と心を、体と心を10まで上げることですね。5から10の変動が一番体力と気力、気力回復速度も上がりますけど、その辺のね、伸びしろが一番高いので、まずはこの2つをね、10にします。で、その後なんですが、ちょっとこれをね、見てほしいんですけど、2オツはですね、武器種2つ持てると思うんですけど、各武器のね、補正ステータス3項目っていうのがありまして、各武器、この3つの項目を上げると火力が上がるよっていうのがねあるんですよ。で、2つね武器を持っている中で、この3項目のうち2項目かぶっている武器種をメイン武器とサブ武器で選ぶっていうのも非常に大切になってきます。これね、3分の2かぶったステータスをそこから先は上げていくっていう形を取りますので、このね項目が全然被ってない武器種を選ぶとステータスがね結構ぐちゃぐちゃになります。なので基本的には刀だと、2刀は全部被ってますけど、あと槍とか、鎖鎌かな、鎖鎌大立ちあたりは3分の2ね項目が被ってると思います。なのでそういう武器種をね選んで、戦うっていうことが大事ですね。 あと手甲も被ってますね、刀手甲っていう形も。で、基本的には B プラスっていうのが一番伸び率の高いメインステータスで、C 以下、C プラス以下のやつは、サブステータスっていう形になります。なのでこの辺も考えながらね、メイン武器とサブ武器、選んでいくことも非常に大切です。そうなると、ステータスとしては、例えば刀ですと、刀槍っていう組み合わせですと、刀が心と武と技、かな。で、槍が体と武と技ですね。なのでここの武と技が重なってますので、この2つをどんどん伸ばしていく。ただ心と体力も、心は刀、槍は体もステータス上がるので、この辺もうまく上げていきながらこう調整していくっていう形になっていきますね。で、ここの U と GO に関してなんですけど、まずは GO。GO はですね、装備の重さ比率っていうところあるんですけど、特にね、重装を使っている方なんですが、ここ、敏捷性にかかってきますので、この今 25.8% とか出てますけど、敏捷 B 以上にしてください。敏捷 C だとちょっと2オツね、厳しいです。なので、敏捷 B 以上が欲しいなっていうところで、敏捷 B っていうのが 69.9% 以下、色が変わるんですけど、そこから、そこになるように、この場合はそのままでいいんですけど、もし重装を使っている方は、ここが 69.9% 以下になるように GO の値を上げていってください。GO の値を上げるとどんどん比率が下がっていって、敏捷 B にね持っていけますので、重装の方はね、この GO の値を、敏捷 B になるようにね持っていってください。で、それ以外の中装軽装を使っている方は、ここは装備の必要なステータスとかあると思うんで、その辺に必要であったら、7とか8とか多分最初はそのぐらいだと思うんで、それに応じたね、振り方をしてください。で、そこからだんだんこう心と体、基本的なね体力気力を伸ばすっていう意味で、ここを伸ばしていき、今度は
2つ重なってるステータスですねのところも伸ばしていってあげるという形でスタートするのが一番いいんじゃないかなと思います。それではですね、2周目のレベル最大である300で今度は説明したいと思います。レベル300、2周目ですと1項目あたりね99まで伸ばせます。なので先ほど参考例に出した刀と槍で重なっていた武と技の項目を99まで伸ばしております。でこの辺はまあ変わらず、装備に応じたね必要なステータスぐらいで止めておいて、あとはまあ心もねメイン武器である刀で一番ステータスがね反映されるっていうことでここ残りをね伸ばしているっていう形なんですけど、まあ、主にはこの2つを99に伸ばしたよっていうところと、先ほど伸ばしてなかった、忍びとね呪い、ここのね術に関わるところの、ステータスをね30まで伸ばしてます。でこの30まで伸ばしているっていうところはまた後ほどね術の説明で、紹介したいと思うので、まずはねレベル300、2周目の時点では、ここのね99項目2つをね伸ばしていくよっていう形を目指してください。まあ、武器種によって変わりますけどねここは、ぜひ参考にしてください。はい、次ですね、3周目のレベル最大である400での、参考例になります。まあ、あの状態から伸ばしていってどうなったかなっていうと、まあ2つ下2つですね下2つに関してはもう30据え置きで、3周目もですね99がマックスだったので、ここもマックス99のままです。で何が変わったかっていうと3項目目の99が生まれてます。おめでとうございますまあ刀がメインでっていう参考例なので、心をね99まで伸ばして心武技3項目ね99になりましたよっていうところで、残ったところを、この場合だと体力と気力回復速度が伸びる U、タイと U に振ったよっていう形ですね。あの武器種もしくは重装の方は、この5の値をねどんどん伸ばしていって、まあ、自動的に、敏将 B はもう保てている状態になってるんじゃないかなと思うので、まあ、この場合はねちょっと、軽装で紹介してるのかな。なので、まあ、ここは据え置きのままでっていう形で、まあ、ここ上3つをね伸ばしていってレベル400まで持っていったよっていう形が、3周目レベル400での、参考例です。まあ、武器種によって変わりますので、下2つと99、3項目完成するよっていうとこだけねイメージで持っててください。でですね、あの4周目以降っていうのはあのオレンジ色のね人砲か人望だと思うんですけどっていうレア度のね、装備が出てきます。でこのレア度になってくると今武器のね特殊効果のとこ見てもらえればわかるんですけど反映改変っていう、継承 OP が出てきます。まあ移植 OP の時もありますけど、この反映改変っていうのが自分のね各武器の、先ほど出しましたこれですかね、各武器のこの B プラスのところが自分の好きな項目に変更できるよっていうのが反映改変5です。これを付け出すとねまたねいろいろ組み合わせが自分のやりやすいように変更できていろんなね組み合わせが生まれてくるんですけど、基本的にはこのメインのところは変えれて、サブのね C 以下のところは変えれないんですけど、このメインのね B プラスのところがこの反映改変で変えれるよっていうところが、4周目以降ね始まってきます。楽しいですねでこれになってきたりしたらまあ、ステータスとしてはね、あともう一個はあの200まで1項目触れるようになります。で最終的なこれレベル最大のねもうエンドコンテンツまで終わったところの、ステータスの一例になるんですけど、まあ、人によってはね3項目200で200、200、200っていう風につける人もいるし、150以上でねつける意味っていうのもそのうちね丸々の神王とか出てくるんで150以上振ってるとどうたらこうたらみたいなっていうところもあるんで、僕の場合は心もちょっと欲しいなっていうところで
3項目に100振るんじゃなく、こういう形でね。で、下、呪いはそのまま30なんですけど、武、技、忍びか、に関しては僕なりのね、火力調整やらいろいろで、こういう風になってるんですけど、まあ、忍びもね、人によっては、そんなに30までいらないかなっていう方は、ちょっとずつ落としていくっていうのも一つの手じゃないかなと思うんで、ちょっと見た目ね、ステータスがその辺汚くてちょっと気に食わないんですけどまあこういう形がね、最終的な、感じになるんじゃないかなと。本当ね、武器種によって変わるんで、人それぞれなんですけど、まあ、参考程度にね、200まで上限が上がるよっていうのと、繁栄改変っていう項目が生まれて、自由度が高まっていくよっていう項目ね、この2点を、主に押さえてください。あとはね、ちょっと楽しみにしながらいろいろ自分で研究してみてください。ではね、最後ね、術の方ね、簡単におすすめを紹介したいと思います。最後にですね、おすすめの忍術と、陰陽術を簡単に紹介します。先ほどステータスへね、30ずつ振ってくださいっていうのが、右下の術容量っていうところに関わってきまして、30振ると一旦術容量がね、マックスではないんですけど、まあ、マックス値に達します。30以降は120で1個、140で1個、160で1個、180で1個で、最後200でね、もう1個追加されるっていう形なので、基本的に、忍びや呪いをね、ステータスを上げなくていい武器種の方はもう30度目、もしくは僕みたいにそんなに忍術は使わないよっていう方は、忍術の方を削ってもらってもいいかなと思います。陰陽術はね、30振ってた方がいいかなと思います、最低でもね。で、こっから僕個人のね、術の紹介です。あくまで個人的な紹介なのでで、僕はですね、基本的に4つしか使いません、忍術は。透明人間で周回するときに、トラかけと猫歩きスッパ、この3点をかけて透明人間で周回します。で、攻略の時はこの変わり身の術で、落命を避けるっていう形で、これはまあみんな使ってると思うんですけど、だ基本的には変わり身の術のためだけの忍術っていう形で僕は最後、使ってました。で、陰陽術なんですけど、基本的には混沌をかけに行ったり、自分のね、バフを打つための、術になるので非常に大切になってくるんですが、まず一つ目ね、おすすめしたいのはこの脱霊符。アムリタがね、いっぱい吸収できますので、まあいろいろね、アムリタ吸収で何々みたいな効果もいっぱいありますんで、その点も含めて脱霊符は一番おすすめかなと思います。で、あとは混合符。混合符もね、防御力上がるので、この辺も使っていくといいと思います。結構コストもちっちゃいのでね、混合符はおすすめです。あと結界符。結界符は気力回復速度が上昇するので、終盤だとね、結構常闇気力回復しないときつかったりもあるんで、この辺もね、結界符、混合符、脱霊符、この3点は、非常に大切になってきます。で、他のものに関しては、10〇〇符、10カフ、10ライフ、10水符、この3点があるんですけど、上属性や陽属性の武器種でやりつつ、この辺のね、違う属性のやつで相手に混沌を加えていくっていう意味で、10〇〇符、どれか自分の好きなね、属性のやつをまとうっていうのも大切です。で、もう一個、紹介したいのはこのこれかな、なんとか弾符。ここに火弾符、水弾符、雷弾符ってありますけど、これもね、これは投げるみたいな感じで敵に当てる術なんですけど、これに関しては、さっきの10〇〇符とまた違う属性、さっき重水符使ってたんで、こっちは雷で属性を与えるよっていう形で、より混沌のね、幅を広げていくよっていう意味で違う属性をね、設置してます。なので、この場合ですと、僕の場合、上属性の武器で攻めながら、雷当てながら、重水符の、水をまとって戦うっていう、上属性、雷、水っていう形で、
戦って混沌を狙っていくっていう形ですね。なのでこの辺のね、なんとかダンフみたいなやつも、自分の好みのやつを使ってみてください。また高揚符ね、余裕があったら使ってみると揚力加算がね、スムーズにできますので、この辺もおすすめしたいかなと思います。あとはちょっと汚れ移しとかもあるんですけど、この辺はねなかなか、コスト高いんで終盤はそんなに僕はおすすめしないかなと思います。中盤ぐらいまでは使いましたという感じでね、僕個人の、術の紹介でした。今日はねステータスと、術の紹介でしたけど、またね次回は多分軽装のビルド紹介とかも動画出すので、ぜひねその辺もご覧になってください。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。長々とありがとうございました。現場からいくらでした。バイバイ。